オールコーチでですね、みんなで作る映画というのをですね、実現できたらなと思っております。今日初めて行われた実行委員会には県の職員や土佐のお客関係者など30人が参加。発起人は食の雑誌ダンチューの編集長で土佐のお客 PR 大使の上野康生さんです。今ここでですね、きちんと飛ばしておかないと本当にこうお客という素晴らしい文化がですね、途絶えてしまう、継承できなくなってしまうのではないかという危機感を持ちました。制作するのは70分間のドキュメンタリー映画お客です。台本は一切なし、出演者は県民です。撮影場所は公式ホームページで意見を集めていて、リアルなお客にこだわります。監督を務めるのは日本一普通で美味しい上野食堂を手掛ける共同テレビジョンの風間直美さんです。撮影は来年から開始する予定で、海外の映画祭への出品も考えています。実行委員会では映画の公開場所や資金繰りについて話し合われました。いろんな人が帰りたくなるような土地だと思うんですよ、高知っていうのは。だその一つのきっかけとして今回の映画お客を見てですね、あ、なんか高知に行ったことないけど高知に帰りたいなって思ってくれる人がですね、一人でも増えることを願って、この映画を作りたいと思います。再来年春の土佐のお客で映画の完成披露試写会を行う予定です。